ご視聴ありがとうございます。今回は、NEC という、大組織の中で、社内ベンチャーを敢行し、日本のパーソナルコンピューターの、夜明けを作り上げた、TK80 や、PC8001 を生み出した、渡辺さんや、後藤さんの奮闘の物語を、上司の大内さんの回想という形で、ご紹介させていただきます。81年初頭、NEC のパーソナルコンピュータ事業の、将来を決定する、御前会議が開催され、その後、日本電機グループは、3つの柱を据え、パーソナルコンピューター事業に取り組むことになるんだ。一つは、子会社の新日本電機が担う、家庭用の8ビットの低価格マシン。二つ目が、コンピューターの専門部隊である、情報処理事業が、新たに取り組む、16ビットの事務用コンピューター。そして三つ目が、これまでこの分野を切り開いてきた、デバイス事業が、両社の中間的な機種を、従来の製品の延長上に展開していくこと。しかし、マイクロコンピュータの販売という、本業をこなしながら、孤立無援の中ここまで、日本電機のパーソナルコンピューターを育ててきた、デバイス事業部の渡辺さんたちは、主力商品の8800シリーズで、その後誕生するであろう、情報処理部隊の高性能マシンや、低価格路線の6000シリーズとの、社内競争に生き残って行かなければならなくなったんだ。この3部門の競争を、容認したのが、デバイス事業を統括し、渡辺さんたちの奮闘ぶりを、見守り続けた、上司の大内副社長なんだ。大内さんは、この日本電機のパーソナルコンピュータ事業の将来が決定された会議の後、副社長室の椅子に深く腰を下ろしながら、部下が熱っぽく TK80 や8001を生み出そうと懸命に走り続けていた時代を振り返ろうとしていた。マイコン組み立てキット TK80 が日本電機のパソコンの源流を開くとき。これはパーソナルコンピュータという言葉もまだ存在していない。コンピューターがマイコンと言われるようになり始めた1970年代の物語である。TK80 を通して覗いた、生まれたてのパーソナルコンピュータという世界は、大内の目には、創世紀時代の、混沌とした世界のように見え、コンピューターいじりを楽しむ、多くのユーザーたちが存在することは、間違いのない事実であった。しかし、この趣味の世界が、果たして今後も成長し続けるものか、この頃の大内には確信があったわけではない。どこまで突き進んでいくのか、確かめたいと思ったのは、むしろ、部下たちの胸に湧き上がり、たぎり始めていた、熱の行方だったのだ。山内さん、マイクロコンピューターの需要を掘り起こすには、まず、部品化されたコンピューターに対するイメージを、幅広い層のエンジニアに、掴んでもらう必要があります。技術者が、この新種の部品を理解してくれれば、ここに使おう、あそこに組み込んでみよう、というアイディアは、彼らからおのずと湧いてくるものなのです。そのためにも、理解を助けるための、教材が必要なんです。との、説明を受け、部下の渡辺和也が提案してきた、キット式マイコンの、TK80 に、何の迷いもなく、上司の大内は、ゴーサインを出したのである。ところがこのマシンは、彼らの予想を、はるかに超える展開を見せ始め、月に1000台ものペースで、出荷される、大ヒット商品になるんだ。そう、コンピューターを組み立て、プログラムを書き、自分で動かしてみること自体を、楽しむマニアが、TK80 を担ぎ、このマシンの誕生がまた、新しいマニアを生み出すきっかけになっていたのである。77年7月、大内自身が代表して、著者となった、マイコン入門の原稿には、日本電機の関連事業の担当者が分担して執筆にあたり、このうち、第一章を担当した渡辺和也はいかにも、このブームの火付け役らしく、マニアの世界の成長を大きく見積もった原稿を随筆したのである。アメリカでは、マイコンの同好会が各地に続々と誕生し、76年には300以上のクラブができ、数万人のユーザーがマイコンを楽しんでいるという。クラブのメンバーが集い、お互いに自分の作った作品を発表し合ったり、情報交換したり、テーマを決めてプログラムコンテストを行ったりと、その活動は大変盛んであるらしい。そして、日本でも1年遅れてアマチュア活動が活発になってきたのである。そのきっかけは、アマチュア用のマイコン組み立てキットが市販され始めてから急激に盛んになり、東京、秋葉原の電気街にマイコンの専門サービスセンターやショップが開店され、連日、大勢の人たちで賑わい、マイコンクラブもいくつか誕生している。さらに、専門雑誌が出版されるなど、マイコンは、ユーザーの間で確実に、浸透しつつあるのだ。数年後には、アマチュア無線の銀行を、オーバーするほど、マイコンユーザーは、増えていくだろうと、予想する人たちもいる。アマチュア無線と、マイコンを組み合わせて、友人のプログラムを、無線を通して楽しんだり、モールス符号の自動解読や、コールサインの判別、アンテナの調整等への、応用も始まっている。これからの君たちは、マイコンを楽しむことが当たり前になり、個人で一つのコンピューターを持つ、時代がやってくるのかもしれない。その勢いのまま、渡辺さんたちは、さらに、
DK80 の延長線上に、次々と新しい製品を、企画してきたんだ。翌年の、77年11月には、DK80 に付け加えて使用する、80BS をリリースし。BS とは、ベーシックステーションの略で、定価は、128,000円でした。渡辺さんたちは、キーボードの搭載したこの製品と、DK80 を組み合わせることで、ユーザーが様々なシステムとして、利用できるようにしています。このマシンを、発表した頃には、DK80 の販売台数は、17,000台を超え。この勢いに、さらに、拍車をかけるように、翌年の77年には、機能派そのままに、定価を従来の、88,500円から、67,000円へと切り下げられた、DK80E も、リリースしているんだ。さらに、翌年の、78年10月には、コンポ BS が発売され、このマシンでは、今までの学習教材の、製品から、パーソナルコンピューターへと、さらに大きく踏み出した、組み立て済みの完成品として、販売されたんだ。そう、新しく開発された、CPU ボードや電源などが、専用ケースに収めたこのマシンには、もう学習教材の面影はなかったんだ。この頃になると、DK80 は、26,000台、BS は、1万台も出荷されるようになり、このシリーズは、部下が提案した、学習教材という、原点を離れ、一歩、また一歩と、個人のためのコンピューターに、近づきつつあったのだ。この状況に、上司の大内さんは、部下たちが、マイクロコンピューターの販売という、与えられた役割を、踏み越え始めたことを、意識し始めていたんだ。それゆえ、DK80 の関連製品が、予想外の販売実績を、上げ始めてからは、勢いづく、部下に対し。ちょっといいかな、渡辺くん。なんでしょう、山内部長。いいか、何度も言うようだが、このマシンの商品化は、あくまでも、販売部の道楽だからな。DK80 の売り上げは、販売目標の環状外であり、営業成績は、あくまでも、本業のマイコンの販売だけで、達成するんだぞ。と、部下に、釘を刺してきたのである。彼からの報告が、好調な、DK80 関連製品に及ぶと、大内は繰り返し、そう指摘し、渡辺を命らせた。だが、道楽を道楽と意識しながらも、大内は、彼らが熱中するものを、止めようとはしなかったのである。予想外の成功が続く中、彼自身が、パーソナルコンピューターの可能性に、確信を抱き始めたからではない。大内が発見したものは、むしろ、部下たちの中で、たぎり始めた熱の勢いだったのだ。あの、DK80 が発売されて、間もない、76年9月、秋葉原駅前の、ラジオ会館7階に、マイクロコンピューターを、普及させるための拠点として、NEC ビットインを開設することになった時、渡辺は、運営を委託された、日本電子の、野口さんに申し入れ、あのマシンの販売や、修理、そして、相談のためのコーナーを作ってもらおうとしていた。野口さん、3坪でいいですかが、このマシンをサポートできるスペースを、貸してほしいのです。と、深々と、頭を下げる渡辺の姿に、野口さんは、なんと、30坪ものスペースを、提供することで、この若者の、熱意に応えたのである。東芝で、長くエンジニアとして働いた経験を持つ、野口さんは、彼の情熱と、マイクロコンピュータに直感的に惚れ込んでいたのだ。このビットインには、渡辺の部下である、後藤をはじめとする、スタッフが交代で詰めかけ、やがて、この一角は、DK80 ユーザーの、サロンに育って行き、対応にあたるスタッフの予定表が張り出され、エプロン姿の、後藤たちと、ユーザーとの間には、直接の人間関係までも、育ち始めていたのである。幸運にも、自ら、種をまく機会を与えられ、その種を育てることが、企業にとっても、社会にとっても、そして、自分自身にとっても、幸福であると心から信じられたとき、これに携わる者が、目を見張るほどのエネルギーを、発揮することを、大内も、自分自身の若かりし頃の、経験から知っていたのである。当時、社長の座にあった、小林会長に、2階級特進で新設された、集積回路設計の、本部長になれと、内示を受けたとき、大内は、社長、評価していただいていることは、光栄なことですが、私は、着手したばかりの、医療電子機器の開発を、もっと続けていきたいのです。と、一旦逆らってみせたことを、思い出したのである。振り返れば、それも、彼が海軍時代に携わっていた、音波探知機の技術を、医療用の超音波診断という、命を守る、技術として活かせると、心から信じることができたからこその、反発であり。それは、日本電機にとっても、医療分野への開拓が、将来、大きな意味を持つと、確信していたからなのである。確固たる、組織的な枠組みを確立しなければ、維持することの不可能な、大企業では。前例をなぞり、上司の顔色を伺いながら、仕事をこなそうとする人間が、自然と増えてくる。だが、この自然の成り行きに身を任せていては、企業はやがて、社会の進歩のリズムに、取り残されてしまうだろう。確かに、すべての大企業が、自由でいられるわけではない。しかし、組織の硬直化を、踏
防ぐには、会社の中ではなく、外に目を向けた社員たちの、内から湧き上がってくる、新しい発想とエネルギーこそが、唯一の特効薬になるのだ。と、大内は考えていた。それゆえに、部下たちの熱意の行方を、彼は見守りたかったのである。もし、マイクロコンピューターの販売という、本業で実績を、上げることができなければ、渡辺たちの逸脱は、許せなかったであろう。だが、立ち上がりの一時期こそ苦しんだものの、販売部は、本業でも着実に市場を、切り開き、突破口となった。キャッシュレジスターに続き、ミシンや、編み機にもマイクロコンピューターが、採用され、手の込んだ模様を、簡単に縫い込める商品が、ブームを呼び、かつては、ゼロックスの独壇場だった、複写機の領域に、独自の技術で乗り込んだ、日本のメーカーも、マイクロコンピューターの、大口顧客となってくれた。さらには、アーケードゲームと呼ばれる、業務用のゲーム機という、副兵までも、登場していたのである。そう、やがて、家電業界の技術者たちは、このマイクロコンピュータによる、高度な機能を、新商品の差別化のポイントとして売り出そうと、争ってこの部品に飛びついていたのだ。電子レンジが、様々な調理パターンや、解凍の機能を備え、エアコンが、きめ細かな温度調整を引き受けるようになり、ステレオや、ビデオ、そして、テレビが、ユーザーの注文を記憶し、洗濯機や、冷蔵庫、掃除機など、ありとあらゆる家電製品が、コンピュータのコントロールによる複雑な機能を、売り物にし始めたのである。さらに、一部のオフィスコンピューターや、ミニコンピューターといった情報機器にも、マイクロコンピュータが、採用され、こうして、販売部は、市場拡大の流れに乗り、業績を伸ばしていったのである。本業における実績を背景に、大内は、部下たちの熱意に任せ、日本電機という、組織の枠組みの中では、どこにも置きようのない、個人の趣味のための、コンピューターというジャンルを、少し育ててみることにしたのだ。渡辺の逸脱の産物が、予想外の売り上げを示し始めたとき、早めに叱るべき、組織的な体制を作ってしまうという、選択もあったのかもしれない。しかし、彼は、羨ましいほどの、その士気の高まりを見せる、部下たちの勢いを、かけがえのない宝と思えばこそ、どこまで育つか定かではない、パーソナルコンピューターと、彼らを、心中させる危険だけは、避けたかったのである。そう、もしもこの先、この事業で失敗してしまったとしても、あれはあくまで、デバイス事業部の、道楽で済まそうと考えていたのだ。これ以上、先に進めば、もう、道楽では済ませられなくなる。と、大内が初めて危惧を覚えたのは、渡辺が、全く新しいパーソナルコンピューターの、企画を提案してきた時である。部下たちが、これまで送り出してきた製品はすべて、半導体を売り出すための、学習教材としての、TK80 の流れを組んでいた。しかし、78年に渡辺和也が、提案してきた、コードネーム PCX とする、新しいマシンでは、これまでの製品を大きく、飛躍させ、本格的な、コンピューターを開発しようとしていたのである。もしや、このコードネーム、PCX とは。そう、このマシンこそ、NEC の PC8000 シリーズや、8800、そして、9800シリーズを、生み出すきっかけになる、パーソナルコンピューターの、PC8001 なんだ。しかし、この部下のこの提案に、さすがに大内さんは、一時ゴーサインを、ためらうことに。そう、社内にコンピューターの一大専門部隊を、抱える、NEC という組織の中で、専門事業ではない半導体の販売部門が、極めて小規模とはいえ、コンピューター事業に本格的に、手を染めるということは、半導体の販売部という、業務の領域を超え、もう、引き返しのできない、市場への参入を意味していたのである。そう、部下たちは、今、パーソナルコンピュータという、パンドラの箱を、開けようとしている。今回はここまで。次回は、日本のパーソナルコンピュータ市場を、大きく飛躍させることになる、PC8001 の誕生と、このマシンの成功による、日本電機社内での、圧力から、それを察知した、この大組織のトップが、いよいよ動き出す。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。